泣かせた女が5万人。はい、皆さんごきげんよう、オーディオファミリーです。はい、こんばんは。こんばんは。いつもご覧いただきまして、はい、はい、ありがとうございます。ですね、今回早速リクエストを聞きました。はい、僕コンと思ったんですけど僕もです。びっくりしました。結局こういうチャンネル見とる人は多分自分のオーディオ持っとると思っとるん、ね、思うんですけど、はい、で自分のところで聞くから別にそんなリクエストはコンかなと思ったら、はい、速攻できて、なんかびっくりしましたね。そうそう、まあ、ありがたいんですけど。すごくありがたいですね。めっちゃ嬉しかったっすよ。ああ、ね、なんか、それ早速動画撮ります。はい、なんか上がらない可能性が結構あるんで、そうですね、リクエストいただいてもちょっと難しい場合も正直あるんですよね。はい、でまあちょっと今さっと調べたら、はい、大丈夫そうじゃないかということで、はい、ちょっと、まあ、番はなかったんですけど、はい、まあストリーミングで、はい、Amazon ミュージックも YouTube もあって、はい、かけれそうだってことで、ヨネ君がね一応iPad 持っとるんで、はい、Spotify の方でね、はい、一応音源ありましたんで、それでやっていこうかなと思います。はい、コメントとか、ね、そうですね。リクエストいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。はい。楽しませていただきます。はい。じゃあ早速行ってみましょう。聞いてみましょう。はい。はい、よろしくお願いします。はい。Oh,
泣かせた女が5万人笑った女が10万人好きと嫌いは紙一重というわけでした。はい、はい、聞いていただきました。いやー、なんていうんですか、楽しかったです。楽しかったです、うん、はい。なんかね、コメント欄見てもらえるとわかるんですけど、うん、はい、盆踊り、はい、盆踊りの音源でなんか夫婦でね、参加させてもらっとるっていうので、で、その音源が使われてるのかな、で、思い出の曲ってことで、コメントありまして、はい、でね、何回か来ました。はい、ね、この撮影以外に。はい、結構、いい感じですよね。好きな感じの。いい感じです。まあ、お祭りっぽい感じの。お祭りっぽい感じ。明るい感じで。ね、いいですよね。いいです。
南国っぽい感じもね。そうですね。はい。ね、あるんですけど。はい、どうでした？少し調べさせてもらうと、なんか、沖縄とか。ぽ、はい、ぽいね。この間かけた、はい、三振とかにも、はい、通ずる楽器だったり、はい、民族楽器そうですね。なんか、かなり、はい、で、メンバーもなんか多いと、うん、結構多かった。豪華な感じ。ウィキペディアで調べたらね。ツインボーカルなんかな、うん、女性の。はい、男性のたまにちょっと ね、うん、入る感じで。ほんと華やかで、はい、ちょっと元気がもらえる曲なんですけど、ね、なんか時代見ると多分学生の頃なんですよね。で名前もね、よく聞いてた、シャンシャン台風ってことで。シャンシャン台風か。あ、そうですね。はい、ジョージョー春風がのとる。シャンシャン台風。なんか勉強不足で、そんなに聞いたことが、まじまじとはなかったんですよ。ただ、なんか、音楽のその入ってる楽器の感じとか、センスがもうすごいなとは思ったんで、なんか、多分音楽がお好きな方なんじゃないだろうかと、ちょっと推測しながら、聞かせていただきましたけど、なんか池田さんなんかもちょっと。なんか聞いた、どこかで聞いたことのある感じだな。あってちょっと調べたら、あれなんですよ、ジブリの映画で、平成たぬき合戦ポンポコっていうの中で使われてる曲で、うん、でなんかすごくやっぱり似てるなって、なんか聞いたことあるなって思って、まあ本当その通りで、ちょっと、自分でもびっくりしたんですけどね。なんでどれ聞いてもっていうか、今の曲とか聞いてもなんかポンポコがやっぱ出てきちゃう。ジブリ好きやもんね。はい。ポンポコがなんかちょっと出てきちゃう感じで、まあ本当に楽しかったです。はい。いや、ね、こういうね、音楽ジャンル、はい、まあ全然楽しめますよね。本当楽しいですね。ね。はい、今なんかちょっと情勢も変わってくるんで、ほら、ちょっと県外へ旅行に行ったりとか、はいはい、で、なんかもう自分なんかもそんなにまだ行ったことない地方っていっぱいあるんですよ。はい、で、なんかすっごい行きたくなりました。だからなんていうかね、もうその地方の、なんか、イメージが、いろんなところの音楽を聴けるんで、今の一曲聴くだけでも、そういうなんかワクワク感が出てきて。なんか本当ワクワク感はすごい、ですよね。行ったことない、まあ、日本、今の曲だと日本なんですけど、日本の中の行ったことのないところへ旅に行きたくなって、まあ、自分はもうそういう感想で。すごくわかります。わかります。なんかわかります。血が騒ぐみたいなね。まあ本当お祭りには持ってこいの音源みたいなね。ちょっとよさこいっぽい感じもするんかな。そうですし、テンポなんですかね。テンポかもしれんね。明るい感じのね。明るい感じで。ある意味民謡だとか、その地域に伝わる民謡だとか、ちょっと演歌みたいな雰囲気もあるじゃないですか。そうですね、なんか。だから、こんなのって僕たちは聞いてもいろんなこと思うけど、ある意味外国の方とかが聞いたら、どんな風に評価されるか。ああ、民族音楽っぽくね、日本の。僕たちが逆にそっちの聞く感じなんでしょうね。そうやね。そうやね。なんで本当音楽って面白いですよね。ワールドミュージックやね。こういうことをきっかけでまたね、面白い音楽に出会うこともできましたし。まあまさかね、リクエストが来ると思わなかったんで。本当嬉しいです。この感じでまた来ること。まあできる音源であればね、やっていこうかなと思いますんでね。割となんか身内っていうか知り合いとかからのリクエストで、たまにあげれたらと思って。そうそうやね。素敵な、素敵な感じで。ちょっとこんなまだ拙いね、3人組で今日もやってますけど。まあ本当みんなで楽しんでいければなっていう。そうやね。感じ、まあ温かく見ていただいてるんだなってことも感じて、なんかなんで歌詞か、歌の名前がね、琵琶なんやったかな、乱調、あら、琵琶乱調なりやったかな、あれなんか見てたら、ほらちょっと崩れたとか、バランス崩れたりとかした中のに美しさがあるとか、かっこよさがあるみたいな、なんか意味もあるとかってなんか調べたんですけど、まあタイトルも結構ね、渋いよね。ああ、僕らっていうか僕じゃないんですけど、トヨさんのこのチャンネルね。はい。決してかっこいいわけではね、さーっとなんか。泥臭い感じだね。そう、さらっと。なんて言ってましたっけ、すごい。ダサかっこいいでしたっけ、誰が、誰がすごいスマートに、スマートに撮ってる、こういうオーディオショップとか。あるね。かっこいい。かっこいいとか、無駄なことがないとか。すっきりした感じ。多いじゃないですか。その中でこのチャンネルって独特なんです。うん。
独特な、まあ、雑談多めのね。なんか変なバランスやし、なんかかっこ悪いチャンネルねって言われながらも、まあまあ、あ、意外にいいところあるねとか、はい、そういう風に見られたらいいかなって、はい、ちょっとチャンネルの方向性じゃないですけど、はい そうですね、そんなことまで思いを馳せてしまいました。こういう感じでリクエストいただけましたし、ね、いや、びっくりしました、これ。ちょっと感動しましたよ。うん、ちょっと、だいぶ感動ですね。うん、はい、嬉しかったです。はい、ね。はい、ということで、はい、ね、本当ありがたいコメントいただきまして、はい、リクエストいただきましてありがとうございます。拙いそうですけど、またお付き合いいただいて、また今後とも、はい、そうですね、また本当にご視聴本当ありがとうございました、はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、失礼します。はい、チャオ。チャオ。